皆さん、こんにちは、洋介です。いつも見てくれてありがとうございます。さて、今日は日本の首相がどうやって選ばれるのか、それから日本人にとっての天皇ってどんな存在なのかについてお話ししようと思います。この動画を撮っているのが 2024年の9月初めなんですが、日本のニュースを見ていると、最近は自民党の総裁選なんて言葉がよく出てきます。でも、総裁って何どうして総裁が首相になるのって思う方もいるかもしれません。そんな、 疑問を持っている皆さんのために、今回はできるだけわかりやすく丁寧に説明していきますね。では、早速始めましょう。まず、日本の首相の選ばれ方についてです。日本の政治システムは、議会制民主主義という仕組みをとっています。 これってどういうことかというと日本の国民は直接首相を選ぶのではなく国会の議員を選んでその議員たちが国会の中で首相を選ぶということなんです。ここで出てくるのが自民党の総裁選です。 日本の政治の中で自民党という政党は長い間与党として活躍してきました。与党というのは国会で最も多くの議席を持っている政党のことを指します。つまり自民党が一番多い 議席を持っている政党なんですね自民党が与党である限り、そのリーダー、つまり総裁が日本の首相になるんです。首相は国会で選ばれるのですが、その時与党の議員が多ければ、与党の総裁が選ばれる可能性が 非常に高いというわけです。自民党の総裁選は、党のメンバー、つまり自民党の国会議員や党員たちが投票して決めます。候補者は、党内で一定の支持を集めた上で立候補し、 一番多くの支持を得た人が新しい総裁に選ばれます。総裁の任期は3年で再選することも可能です。では首相って具体的にどんな仕事をしているのでしょうか。首相は日本の政府のリーダーで、 内閣というグループを率いています。内閣は、例えば、新しい法律を作る提案をしたり、国際的な関係を築いたり、いろいろな政策を実行するための指示を出したりします。そのため、責任重大です。 次の首相に誰がなるかわかりませんが日本の未来を明るくしてくれる人になってほしいですねでは次になぜ自民党が長い間与党でいるのかについてお話しします自民党が長く 与党であり続ける理由には、いくつかのポイントがあります。まず、自民党は1955年に設立されて以来、日本の経済成長を支える政策を積極的に進めてきました。特に、 1960年代から1980年代にかけての高度経済成長期には自民党が主導して日本の産業を発展させ国を大きく成長させましたこの時期の成功体験から国民の間で やっぱり自民党が安心だという意識が長く残り続けてきたんです。また自民党は幅広い支持基盤を持っています。地方の農業関係者から都市部の企業までさまざまなグループが自民党を支持しているのです。 自民党は多様な利益団体と関係を築き、それぞれのニーズに応じた政策を提案してきたため、選挙でも強い基盤を持ち続けています。さらに、選挙制度も自民党の長期政権を支える要素です。日本では小選挙区制、 というシステムが採用されており各選挙区で最も多くの票を獲得した候補者が当選する仕組みになっています自民党は全国に多数の支部や地方組織を持ち地元に強いネットワークを築いているため非常に 有利な立場にあるのですしかし2009年から2011年の間には民主党が初めて政権を取りましたこの時期国民は自民党以外の選択肢に大きな期待を寄せていましたが政策の実行力の欠如やリーダーシップの 不安定さから政府の運営は混乱しました。さらに2011年の東日本大震災への対応が十分でなかったと感じる人も多く結果としてやっぱり自民党の方が安定しているという考えが強まりました。 こうした経験から他の政党に対する不信感が残り自民党が再び力を取り戻す要因となったのですただし2024年現在自民党には新たな問題が発覚していますそれは政治資金の不正処理です この問題が明るみに出たことで多くの国民の不満が高まっている状況です。しかしこれに対して他の政党が十分なリーダーシップや安定感を示せていないことも事実です。結局のところ自民党以外に任せられそうな政党がない というのが多くの国民の正直なところなのです。こうした状況であっても自民党は安定感のある政党として多くの支持を維持しています。歴史的な背景や政策的な成果そして選挙制度の特性も相まって自民党は引き続き 日本のの政治の中心にいます次に日本の天皇について詳しくお話ししましょう。天皇は日本の歴史や文化の中で非常に重要な存在です。現代の日本では象徴としての役割を持っており、日本国憲法では 天皇は日本国及び日本国民統合の象徴と定められています。これは天皇が日本の国民を一つにまとめるための象徴的な存在であり、政治的な決定や権限を持たないという意味です。例えば、 天皇の仕事の一つに国会の開会式に出席したり新しい首相を任命したりすることがあります。これらの行為はすべて憲法に基づいた形式的なものであり実際の政治的な決定には関与しません。 天皇が行うこれらの役割は、あくまでも象徴的なものであり、政治に影響を与えることはありません。1947年に施行された新しい憲法、日本国憲法により、天皇は国の象徴として位置づけられ、 政治的なな権力を持たないことが、明確にされました。それ以前の時代特に明治時代から昭和初期第二次世界大戦前までは天皇は国家の元首として位置づけられていましたが実際の政治や 軍事の決定は内閣や軍部の指導者たちが行っていました。天皇は名目上軍の最高指揮者とされていましたが戦争の開始や終了などの具体的な軍事行動について天皇自身が直接指示を出したわけではありません。 戦争時、天皇の名が政治や軍事の決定に使われることもありましたが、それはあくまで天皇の名を借りて行われたもので、天皇自身の意思で決定されたわけではありません。このように天皇はその権威を利用されることもありましたが、 実際には政治的な決定に積極的に関与する立場ではなかったと言われています。フィリピン人の友人から「日本人にとって天皇ってどんな存在?」と聞かれたことがあったのですがなかなか言葉では言い表すのが難しかったです。 私の感覚では、ただただ尊い人という感じですかね。うん、難しい。また、天皇と首相の関係についても触れておきます。天皇には首相の任命という役割がありますが、これは憲法に基づいた儀式の一部であり、 実際に誰が首相になるかを決める選出プロセスには関わっていません。首相は国会で選ばれ、その後に天皇によって形式的に任命されます。このように天皇と首相の関係は公式で儀礼的なものであり、天皇は 政治的な決定に影響を与えることはありません。天皇は日本の歴史や文化の象徴であり、国民や政治家たちも天皇に対して深い敬意を持っています。このように天皇は日本の歴史と伝統を受け継ぎながら、現代でも重要な存在で、 あり続けているのです。どうでしょうか首相の選ばれ方や天皇の役割について少しでもイメージがつかめましたか日本の政治や文化を知ることで日本のニュースや話題がもっと身近に感じられるようになると思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。 いかかがでしたかこのチャンネルでは日本語を学びつつ日本の常識や文化日常を紹介していますまだチャンネル登録や通知設定をしていない方は見逃しをしないようチャンネル登録と通知の設定をしておきましょうここからもう一度ふりがななしで 聞いてみましょう。皆さんこんにちは。陽介です。いつも見てくれてありがとうございます。さて、今日は日本の首相がどうやって選ばれるのか、それから日本人にとっての天皇ってどんな存在なのかについてお話ししようと思います。 この動画を撮っているのが2024年の9月初めなんですが日本のニュースを見ていると最近は自民党の総裁選なんて言葉がよく出てきます。でも総裁って何どうして総裁が首相になるのって思う方もいるかもしれません。 そんな疑問を持っている皆さんのために、今回はできるだけわかりやすく丁寧に説明していきますね。では、早速始めましょう。まず、日本の首相の選ばれ方についてです。日本の政治システムは、議会制民主主義という仕組みをとっています。 これってどういうことかというと日本の国民は直接首相を選ぶのではなく国会の議員を選んでその議員たちが国会の中で首相を選ぶということなんです。ここで出てくるのが自民党の総裁選です。 日本の政治の中で自民党という政党は長い間与党として活躍してきました。与党というのは国会で最も多くの議席を持っている政党のことを指します。つまり自民党が一番多い 議席を持っている政党なんですね自民党が与党である限りそのリーダーつまり総裁が日本の首相になるんです首相は国会で選ばれるのですがその時与党の議員が多ければ与党の総裁が選ばれる可能性が 非常に高いというわけです。自民党の総裁選は、党のメンバー、つまり自民党の国会議員や党員たちが投票して決めます。候補者は、党内で一定の支持を集めた上で立候補し、 一番多くの支持を得た人が新しい総裁に選ばれます。総裁の任期は3年で再選することも可能です。では、首相って具体的にどんな仕事をしているのでしょうか。首相は日本の政府のリーダーで、 内閣といいいうグループを率いています内閣は、例えば、新しい法律を作る提案をしたり、国際的な関係を築いたり、いろいろな政策を実行するための指示を出したりします。そのため、責任重大です。 次の首相に誰がなるか分かりませんが日本の未来を明るくしてくれる人になってほしいですねでは次になぜ自民党が長い間与党でいるのかについてお話しします自民党が長く 与党であり続ける理由には、いくつかのポイントがあります。まず、自民党は1955年に設立されて以来、日本の経済成長を支える政策を積極的に進めてきました。特に、 1960年代から1980年代にかけての高度経済成長期には自民党が主導して日本の産業を発展させ国を大きく成長させましたこの時期の成功体験から国民の間で やっぱり自民党が安心だという意識が長く残り続けてきたんです。また自民党は幅広い支持基盤を持っています。地方の農業関係者から都市部の企業までさまざまなグループが自民党を支持しているのです。 自民党は多様な利益団体と関係を築き、それぞれのニーズに応じた政策を提案してきたため、選挙でも強い基盤を持ち続けています。さらに、選挙制度も自民党の長期政権を支える要素です。日本では小選挙区制、 というシステムが採用されており各選挙区で最も多くの票を獲得した候補者が当選する仕組みになっています。自民党は全国に多数の支部や地方組織を持ち地元に強いネットワークを築いているため非常に 有利な立場にあるのですしかし2009年から2011年の間には民主党が初めて政権を取りましたこの時期国民は自民党以外の選択肢に大きな期待を寄せていましたが政策の実行力の欠如やリーダーシップの 不安定ささから、政府の運営は混乱しましまた。さらに2011年の東日本大震災への対応が十分でなかったと感じる人も多く結果としてやっぱり自民党の方が安定しているという考えが強まりました。 こうした経験から他の政党に対する不信感が残り自民党が再び力を取り戻す要因となったのですただし2024年現在自民党には新たな問題が発覚していますそれは政治資金の不正処理です この問題が明るみに出たことで多くの国民の不満が高まっている状況です。しかしこれに対して他の政党が十分なリーダーシップや安定感を示せていないことも事実です。結局のところ自民党以外に任せられそうな政党がない というのが多くの国民の正直なところなのです。こうした状況であっても自民党は安定感のある政党として多くの支持を維持しています。歴史的な背景や政策的な成果そして選挙制度の特性も相まって自民党は引き続き 日本のの政治の中心にいます次に日本の天皇について詳しくお話ししましょう。天皇は日本の歴史や文化の中で非常に重要な存在です。現代の日本では象徴としての役割を持っており、日本国憲法では 天皇は日本国及び日本国民統合の象徴と定められています。これは天皇が日本の国民を一つにまとめるための象徴的な存在であり、政治的な決定や権限を持たないという意味です。例えば、 天皇の仕事の一つに国会の開会式に出席したり、新しい首相を任命したりすることがあります。これらの行為はすべて憲法に基づいた形式的なものであり、実際の政治的な決定には関与しません。 天皇が行うこれらの役割は、あくまでも象徴的なものであり、政治に影響を与えることはありません。1947年に施行された新しい憲法、日本国憲法により、天皇は国の象徴として位置づけられ、 政治的なな権力を持たないことが、明確にされました。それ以前の時代特に明治時代から昭和初期第二次世界大戦前までは天皇は国家の元首として位置づけられていましたが実際の政治や 軍事の決定は内閣や軍部の指導者たちが行っていました。天皇は名目上軍の最高指揮者とされていましたが戦争の開始や終了などの具体的な軍事行動について天皇自身が直接指示を出したわけではありません。 戦争時、天皇の名が政治や軍事の決定に使われることもありましたが、それはあくまで天皇の名を借りて行われたもので、天皇自身の意思で決定されたわけではありません。このように天皇はその権威を利用されることもありましたが、 実際には政治的な決定に積極的に関与する立場ではなかったと言われています。フィリピン人の友人から、日本人にとって天皇ってどんな存在と聞かれたことがあったのですが、なかなか言葉では言い表すのが難しかったです。 私の感覚では、ただただ尊い人という感じですかね。うん、難しい。また、天皇と首相の関係についても触れておきます。天皇には首相の任命という役割がありますが、これは憲法に基づいた儀式の一部であり、 実際に誰が首相になるかを決める選出プロセスには関わっていません。首相は国会で選ばれ、その後に天皇によって形式的に任命されます。このように天皇と首相の関係は公式で儀礼的なものであり、天皇は 政治的な決定に影響を与えることはありません。天皇は日本の歴史や文化の象徴であり、国民や政治家たちも天皇に対して深い敬意を持っています。このように天皇は日本の歴史と伝統を受け継ぎながら、現代でも重要な存在で、 あり続けているのです。どうでしょうか首相の選ばれ方や天皇の役割について少しでもイメージがつかめましたか日本の政治や文化を知ることで日本のニュースや話題がもっと身近に感じられるようになると思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。 はいお疲れ様でした。毎週月曜日、水曜日、土曜日に動画を更新していますのでこの動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価、友人へのシェアをよろしくお願いします。コメントもいただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。